します。ペットの幸せは私たち飼い主の幸せ。安心安全を第一に考えたオールナチュラルフード、ナチュラルハーベスト。愛犬とあなたのハッピー探しを応援します。犬のコンシェルジュ、横浜市都筑区の犬の幼稚園アロハドギー、子犬の保育園、ドッグイベント、保護ワンコ幸せ応援団、ゴーゴーワンズ。この番組は以上の提供でお送りしています。クリスタルズーランドでは、番組を応援してくださるスポンサー、コンシェルジュ、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。はい、アロマ塾入ります。私たちでね、もうこれさ、印刷が下手で読めないね、これだけじゃマンスリーアロハ塾。愛犬との暮らしをもっともっと楽しくする方法、たくさんあります。お伝えするのはドッグライフコンシェルジュ、アロハドギーのことぶきちゃん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、さあ今日のテーマは、はい、今日は楽しく練習、愛犬の歯磨きを、うん、お話ししたいと思います。歯磨きね、はい、これ今回のテーマは、うん、まあ、パピーのこの歯磨き、これについてちょっとお話をしたいなと思うんですけれども、パピーってさ、歯磨きいらないと思ってる人いない？そうなの、そこを言いたかったの。そうだよね、そうなの。で、今アロハすごくパピーラッシュでね、パピーちゃんがすごく多いじゃないですか、すず、うんうん、ちゃんだったりつむぎくんだったりね、可愛い子いっぱいいるよね。そう、来週からね、ふくちゃんって子も来るんですけど、うん、で、だいたい飼い主さんがまだね、パピーでね、乳歯だから歯磨きってまだ早いわよねっていうお問い合わせがすごく多いんですけれども、うん、今だからこそやっておかなければいけない、生え変わったから急に歯磨きができるかといったらそうではなくって、乳歯のうちにお口の中に指とかが入ることに慣らしておく、で、お口歯を触られたらいいことがあるよっていうことに慣らしておくことが乳歯の時に必要なトレーニングかなっていうふうに思って、今日はちょっとそれをね、お話ししようかなっていうふうに思ってます。いや、本当にね、歯をきれいにする目的だけじゃなくて、うん、やっぱり磨くっていう行為に対して慣らすっていうところだよね。あと、これからね、ずっとね、十何年間ワンちゃんが生きていく上で、うん、お口の中に指がね、入る機会ってすごく多くなると思うんです。うん、で、やっぱり口の中に指を入れて歯茎の色をチェックして健康状態を見るとか、あとお口の中に何か詰まったものを取ってあげるとかね、やっぱりお口の向上、作りによっては、うん、すごく奥の方にね、食べたものが詰まりがちなワンちゃんとかもすごく、あ、ダックスちゃんとかね、うちのダックス、そう、銀ちゃんはよく詰まってるんだけども、なのでね、そういった時にもね、指をね、入れて取ってあげることでね、何か事故からも防げるし、病気にもなりやすくなってくるので、小さいうちっていうのはまず好奇心が旺盛なうちに、ちょっと歯にタッチしたらすぐにご褒美あげるってことをね、今からやってほしいなっていうふうに思います。まだ早いわよねではなくって、今からできることを予防としてやっててもらいたいなっていうふうに思ってます。意外とみんなやってない。そう、もう生え変わったらね、やればいいんでしょ、ね、歯磨き入れたらできるもんなんでしょって思ってる方がすごく多いので。だって生え変わる頃ってもう人間の年でいうとどのくらい、もうだって10ヶ月には生え変わるから。そうよね、やっぱし16、7歳でしょ、その時にね、お口の中に手入れられるとね、なんでよこのババアみたいになっちゃうでしょそうそうそう、それはそうよね。だから今からね、やってほしいなっていうふうに思いますね。そう、歯磨きレッスンってやってるんだっけ。そう、ちょうどね、1月の24日にね、あるんです、うん、そっかそっか。そう、なのでね、そこでもね、パピーちゃんをね、メインにしてね、いっぱい来てほしいなというふうに思ってるので、うん、はい、アロハドギーのホームページ、アロハ塾のところに出てるのかな。はい、詳しいことはね、はい、はい、ぜひ皆さん、子犬だからって言って油断してるとね、後でできなくなっちゃって、できなくなっちゃいますから、大変ですからね、はい、ぜひ足を運んでお勉強しましょう。はい、はい、お願いします。はい、今日もご視聴ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。